ことわざ。それは鋭い風刺、教訓、知識などを含んだ世代から世代へと言い伝えられてきた簡潔な言葉。なんかそんなことが書いてあったのである。阿吽の呼吸。一人以上で一緒に物事を行う時のお互いの微妙な気持ち、またそれが一致すること。本からチャオに質問。はい、本当チャオのポンチャオブーステー、少年用大使を抱け、バスケがしたいです。セコセコ、すごい、さすが私たち阿吽の呼吸。ほんとすごい。嬉しい。じゃあ、はいはいはい、チャオがポンに問う言葉。じっちゃんの何かけて。さつきちゃーん、遊ぼう。はぁ、バッカじゃないの。別にあんたの、あんたのことなんて好きじゃないんだからね。せーの、ランダムじゃんけんポンポンポン。やったあったすごい。検証結果、割といける。家宝は寝て待て。幸福の訪れは人間の力ではどうすることもできないから、焦らずに時期を待てとのこと。結果、何もしてない人間には基本何も来ない。知らぬが仏。知ってしまうと腹が立つが、知らないままなら平静でいられること。チャオ、えい、あのチャオが使ってるコントローラーのスティック、おう、なんか最近ちょっと変じゃない？なんかずっとなんか入力というか左に行っちゃうんですよね。ちょっと壊れちゃったのです。ごめん、あれ壊したのポンなんだ。おい、買って1ヶ月なんだけど。知らぬが仏。ちなみに、罪を憎んで人を憎まず。罪は恨むべきだが、罪を犯した人にはそこに至るまでの事情があったのだろうから、人を恨むべきではない。ちょっと壊した成り行きを聞かせてもらおうじゃねえか。洗濯物を干してたら、あの床にさ、コントローラーが落ちてたの。洗濯物持ってるから見えなかった。至った事情次第。逃げ湯を飲まされる。信頼してた人からひどい目に遭わされること。はい、チャオ、喉乾いたでしょ。これどうぞ。 ありがとうなのです。ポンちゃん優しいのです。どうぞぐいっと。収録でね、疲れちゃったから。いただきます。あったー、熱いやないか。これ逃げ湯やん。逃げ湯だよ。結果、まさにその通り。2階から目薬。物事がうまくいかずもどかしい様子。周りくどくて効果が得られない。ぽんちゃん、はい、2階から目薬やらして。私が受ける方なのかな。はい、よし行くぞ。よいしょと。本当に目薬持ってきた。やるのです。まさにその通り。火に油を注ぐ。騒ぎを大きくさせてしまうことのたとえ。火事に
っちゃうね。できないわ。できない。確かに怪人になっちゃう。これは実証できません。なのでできるわけない。へそでお茶を沸かす。バカバカしくて仕方がないこと。そう、えい、おへそちょっと見せてもらえるかな。はい、よいしょ。えい、はい、ではここでお茶を沸かしていきたいと思います。えい、まずここにお茶を用意します。はい、ではちょっと失礼します。はい、どうぞ。なので湯飲みを沸かせてもらいます。えい、では、いや、今からそうか、沸かしていきたいと思います。火をつけます。はい。結果、言うまでもない。